はい、皆さんおはようございます。とうとうデイ3、今日からトーナメントコース2日間で勝負が決まります。現在の成績を発表します。翔子選手1アンダー、スミリ選手6オーバー、ユミ選手、8オーバーということで、翔子選手はこのまま行ってください。あとの2人はガンガンピン攻めで、あのバーディー取りまくって1オーバー以内に収まるように頑張って、チャレンジしてください。ということで一言ずつお願いします。じゃあ翔子選手から。トーナメントコースのコースはちょっと狭くて難しいので、ショットをしっかり考えながらプレーしていきたいと思います。はい、じゃあ隅田選手。はい、1日目と2日目打ってしまったので、今日と明日で少しでも挽回できるように攻めて頑張りたいと思います。はい、はい、2日ぶりのトーナメントコースなので楽しみながら一打一打バーディーたくさん取れるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ皆さん頑張ってください。暑いですけど倒れないように。じゃあそれじゃあ始めましょう。いよいよミンゴルフフューチャーズトーナメント決勝戦ミッションヒルズラウンドデイ3となりました。QT の T セッティングはアラインスピレーションメジャーの時の T セッティングより約150ヤードから200ヤードぐらい前なので、今日はバックティー、アウティーからのプレイとなります。全部で6600ヤード弱です。よろしくお願いします。よいしょ、ど真ん中。よろしくお願いします。よいしょ、フェアウェイ右を飛んでる飛んでる。よいしょ。さあ、ユミ選手152ヤード第2打。もう少しドローが上がるといいショットですが、ナイスオン。ありがとうございます。同じく150ヤード弱のショット筋行ってます。おお、入りそうなぐらいだったね。ナイスショー。さあ、和田すみれ選手残り126ヤード。ちょっとショートしてしまいました。さあ、和田選手約20ヤード弱。あ、ちょっと大きく出たか。いきなりパンチが入ってしまいました。約8メートル下りのラインです。エスパー、ナイス、ナイスセーブ。ナイスパー。3名とも無難にパーでしのぎました。2番パー5です。今日はティーがかなり前なので各選手ともバーディーが欲しいホールです。ちょっと左バンカー方面、ティーが前だからバンカーは越えたような
今日はうまくスロープに乗ると2オンできるかも。下り坂に乗ると、うん、よいしょ。うん、よいしょ。ど真ん中。さあセカンドショットでスペアウェイ。さあ得意のアプローチの距離を残せるか。おお、よいしょ。ど真ん中。よいしょ。スミレすごいね。ツーオンできるじゃん。確かに。できるよ。もう215ぐらいとかそのぐらいしかないよ。んちょっと左に引っ掛け気味ですが大丈夫でしょうか。左ラフです。和田杉選手ドライバー爆発、残りなんと210ヤード、ツーオン狙いです。さあイーグルなるか。ピンの左に向かって飛んでいっています。ナイスショットなのでこれは乗るんではないでしょうか。ちょっとよく見えませんが、グリーンに向かってまっすぐ飛んでいきました。さあ67ヤードサードショット、ビシッと寄せてベタピンバーディーなるか。ピンに向かって高く上がってナイスショット。ありがとうございます。翔賀選手約50ヤードラフからのサードショットです。さあベタピンになるか。おお、ナイスショット。和田純也選手ここは絶対に寄せてバーディーを取りたいところです。125ヤード。うん、ナイスショット。3人とも3オンバーディーパットです。まずは笹原由美選手からバーディーパット。ナイスパー。さあ現在1アンダートーナメントリーダー古谷翔太選手バーディーパット。さあ1バーディーパットです。ちょっとフックラインを見すぎてしまいました。スミレ選手はほとんど同じラインですのでラインは分かっていると思います。インサイドライト、ああちょっと読みすぎたか、押し出したか、ちょっと押し出してしまいました。翔賀選手下りのスライスライン、ナイスパー。難関ホール3番ホールパー4にやってまいりました。13番16番とともに3番ホール3台難関ホールです。ちょっと左大丈夫か、問題なし、左ラフ、ナイスショット。当たってんねドライバー。
ナイスショット、フェアウェイ右、ナイスショットです。うん、はい、うん、でしょう、ピン右まっすぐ飛んでます。さあ翔太選手200ヤードちょっと泥がかかりすぎて左にバンカーか。さあ清水選手飛んでおります。ドライバー好調です。180ヤード、アングルもアタッキングアングルもいいと思います。ドローがかからない、バンカーに入ってしまいました。さあ難関3番ホール、笹原由美選手残り約25ヤードというところでしょうか。さあしのげるか。止まらない。竿市パーパットとなります。翔太選手は20ヤード弱。さあしのげるか、難関ホールパーで乗り切れるか。ちょっと大きかった。スミレ選手約15ヤードバンカーショット、いいとこに落ちた。これもちょっと大きい。3名とも難関のホール、距離のあるパーパットが残ってしまいました。難関ホール3番ホール、これから3名のパーパットに入ります。まずは誰が一番遠いか。こっちか、はい、笹原由美選手しのげるか。みんな目は覚えてるよね、目覚えてるよね。こっちあの山見て、こっちね。由美選手下り、サボイチレフトエッジ目が効いてます。スライスします。ナイス、ナイスセーブ、ナイスアップアンダウン。このパットも若干のスライスでしょうか。左エッジ、スライスを大きく読みすぎたようです。翔太選手フックラインにしか見えませんが、目が効いているためにストレートでいいと思います。読み切れるか。読み切れなかった。やはりフックラインで読んでしまいました。目を考えるありませんでした。4番ホールパー5、今日のティーはかなり前、かなり楽なホールとなっています。おー、ナイスショー。うん、ナイスショー。うん、よいしょ、フェアウェイ左に飛んでいってます。笹原由美選手フェアウェイど真ん中、残り148ヤード、かなり打ち上げてますので、155ヤードぐらいが必要な距離となります。おお、筋ってるよ。あとは距離だけ。ナイスっぽい。
何ヤードだった ?132 ヤード上りってセカンドショット上り出て135ちょっと左に引っ掛け気味、左外れてしまいました。左ラフ、スミレ選手も約130ヤード、ピンの右向かって飛んでってます。取った？見えた？うん、消化選手、ラフに80センチほど入っているのでちょっとパターは無理ですが、距離的には10ヤードそんなに難易度のあるアプローチではありません。ぜひともここはねじ込むようなアプローチを見せてほしいと思います。ナイスアプローチ。ナイスパー。下りのフック。強くないか？約1メートル30センチ。上りの若干スライスか。インサイドレフトでいいんじゃないかと思います。ちょっと押し出してしまいました。ナイスパー。さあ杉江選手、パーセーブできるか。ちょっとこれも押し出し気味でした。3パット残念ボギーになってしまいました。もうすぐ風の影響はあまり風ナイスオン。フェアウェイの真ん中、ピンは右に切ってあります。5番ホールパー3170ヤード。お、ピンに向かって筋っています。おー、ナイスオン。あ、ちょっと大きいかも。あー、ギリギリ止まってるかな。これもピンに向かって筋って、バウンドは、フレンドリーバウンドでピンの方向に転がってナイスショットでした。見事3名ともほとんどオンしてバーディーパットになります。ユミ選手、約5メートル、今日スライスラインか若干の下りです。惜しい。ナイスタッチ。ナイスパー。ありがとうございます。さあ塩川選手、外からの3メートル半、4メートルぐらいのスライスライン。呼んでる。ああ惜しい。少し届かなかった。ラインは目とともに読まれていましたが距離が届いていませんでした。隅田選手、これも目があるので、インサイドレフト、またはレフトエッジというところではないでしょうか。ちょっと読み切れなかった。ナイスパ。難関6番ホール、
池がらみのホールです。狙いは正面ずっと先に見えている電気ボックス2つの方向に240ヤードがベースポジです。よいしょ。お、大丈夫。おお、ちょっと大丈夫。先、あ、大丈夫だ。ベスポジ、ベスポジ。めっちゃ気に入ってた。ベスポジ。今日はかなりティー構えなので、3番ウッドです。んー、よいしょ。おお、ベスポジ、ベスポジ。うん、ないしょ。問題なし。さあ、難関6番ホール、前半のハンディキャップホールです。165ヤードの池越え。トップ気味。大丈夫か。おお、危ねえ。約150ヤード。あ、これはちょっとまずい。これは池になってしまいました。125ヤード。6番ホール、笹原選手、ベスポジのベスポジです。平らなところ、残り125ヤード。1打目ナイスショットでした。ちょっと噛んだような音がしたが、大丈夫か、届くか。ナイスオン。入った。延長線上、どこでも下がれますということで、翔吾選手はこの距離を選びました。次が4打目となります。ピンの右、距離はナイスオン。さあ、和田澄江選手、池でバンバウンドして、かろうじて出ました。3打目、来い、もっと来い。おお、ナイスアプローチ、ナイスパー。さあ、目が読めるか。これはかなり目が強いので、スライスすると思います。かなり下り、40% から 50% の下り度。スライス、目の影響するスライスを読み切れるか。バーディーパットです。スライスを読み切れていません。翔吾選手は順目の下り、これは目よりも傾斜の方が強いと思うので、グラインだと思います。目の影響でフックの度合いが少なく、思ったより曲がらなかったようです。さあ、ハッサン選手、インサイドレフト、ナイスパー。ありがとうございます。